こんばんは、今日も始めたいと思います、今日はですね6月12日、ベースの青木智仁さんの誕生日、まあ実は命日でもあるんですが、誕生日です。青木さんおめでとうございますという気持ちで今日は進めたいと思います。リサ、青木さんは、まあ、ベースの青木智仁さんです。まあ、僕の活動を知ってる人で青木さんを知らない人はまずいないんじゃないかなと思いますけれども、僕のちょっと先輩ですが、まあ僕たちの世代の中で本当にベーシストとして重要な位置づけの人でした。一時期はですね、どうだろう、年間のうち3分の2ぐらい青木さんと一緒だった年があるんじゃないかっていうぐらいずっと一緒に、あのレコーディングに行っても、まあライブツアーもそうですね、自分たちのバンドもやってましたし、まあだからそういうふうになってくるとレコーディングもあのツアーから帰ってくる日とかが一緒なので、ツアーから帰ってきて、スタジオに、まあ、一度家に帰ってスタジオに行くと青木さんがいるみたいな、そのぐらいずっと一緒の時期がありましたね。青木さんが、亡くなった直後ですね、僕は浅野義行さんとJ と B のメモリーズっていうアルバムを、レコーディングしました。そしてですね、青木さんのこのリサっていう曲をこうレコーディングしようとしたんですけど、なんでしょうね、何回やってもOK テイクが取れなかったんですよ。ちょっと信じられないくらい、浅野さんとこう一つのマイクに向かい合ってこれは演奏しようってレコーディング始めたんですけど、まあなんかちょっと予想しないようなところで浅野さんがまあミスったり、僕が、ワンコーラス目終わって浅野さんのソロかなんか始まらなきゃいけないのに僕だけエンディングに先に行っちゃったりとか、まあ何時間やったんだろう、終わらないんじゃないかっていうぐらいレコーディングのテイクを重ねた思い出があって、浅野さんとうん遊びに来てるのかなみたいな話をした思い出があります。そして今日ですね、まあこの曲を演奏しようと思って、まあ過去にもあのライブでもまあ演奏してきたんですよ。もちろんしょっちゅうとは言いませんけど、でもまあまあ演奏した部類の曲なんですけどね、今朝譜面を探しても見つからないんですよ。例えば僕あのアコースティックでこう演奏する時の譜面の束っていうのは、まあ、何人かとこうセッションしたりとかって
いや不思議なくらいこの曲の譜面だけ出てこない。でしかも僕ほとんどの譜面は PDF にしてデータ化して取ってあるはずなのに、あ、じゃあコンピューター開いてプリントアウトしようと思ってコンピューター見て、まあ僕はそのドロップボックスっていう中にほとんどの譜面のデータ入れてるんですけど、ドロップボックス検索してもこのリサだけ出てこない。なんかデータ化してなかったみたいなんですね。はい。で慌てて、多分持ってるであろうという、後輩に電話して、まあメッセージ送って、ベースの川内圭司君、そして広島のギターの小田原正弘君にリサの譜面のデータあったら送ってください。いやでもちょっとおかしいなと思ってひっくり返していろいろ譜面見たんですけど、結局僕出てこなかったんですよ。どっかの譜面の束にあるはずなんですけどね。これ今日の演奏が終わって見たらなんだここにあったみたいなことが起きるんじゃないかなって、もまたいたずらに来てるみたいです。この、リサという曲、今ずっと話しちゃいましたけど、青木さんのこのダブルフェイスというソロアルバムとして1枚目ですね、この中に収められています。1989年ですね、はい、では準備します。
何回かいたずらされた気分になりましたね、今も。なんだろう、なんだろう、一瞬ね、頭の中がね空白になるんですよ。本当に一瞬ですけど、パッて真っ白なんですね。はい。でもこの曲選んでよかったです。あのね、みんなね、今日3回ぐらい聞いてました、ダブルフェイス。まさか途中で弦切れないですよね。うん、雨の日に聞く。まあ、あの、今僕の家の周りも結構土砂降りですね。はい。はい、J と B で、演奏しましたね。この「あ」っていうのはこう僕がちょっと危なかった、あれ、どういう現象なんですかね。はい、まあ僕の精進が足らんということでしょう。うん、もう皆さん分かってるという。青木さん遊びに来たね、うん、そうなんです。あの、先ほど言わせましたけど、このリサっていうのは青木さんの、娘さんの名前ですね。本当ね、本当仲良かったですよね。一緒にライブ行ったりしたんだみたいなことをよく話してました。はい。はい、僕もいろいろ思い出しました。こういう時間を共有できるっていうのも音楽のいいところだし、こうやって曲をこう残してくれるっていうのがね、やっぱりいいですよね。はい。お、ケイシ。そうだね。ベーシストの中で有名な話かもしれないですけど、青木さんは、俺はスラップはそんな好きじゃないっていうのをもうことあるごとに言ってましたね。やっぱり指で弾くのが好きだって言ってましたし、あの曲聴けば分かるんですけど、すごいメロディーメーカーなんで、メロディックなプレイっていうのも青木さんのすごく真骨頂だったと思います。はい。ありがとうございました。実はですね、明日ちょっと夜のこの時間帯、レコーディングに多分携わってるので、間に合えば夕方やっちゃおうかななんても思ってます。間に合えばです。はい。本日もありがとうございました。青木さん、誕生日おめでとう。